風本慎吾は、日本の医師。四谷メディカルサロン委員長。プライベートドクターシステム、マジンドールダイエットシステム、プラセン体療システム、EPA 体質医療、成長ホルモン医療システム、低身長治療システムなど、内科診療に、積極的予防医療の概念を導入した、健康管理指導の取り組みを、研究開発し、病気でない人への医療システムを開拓した。 また医療現場に栄養素品の利用を取り入れた新しい診療システムも構築した。健康、低身長治療、肥満、ダイエットについての新聞掲載、単行本執筆多数あり。1990年後半には浅井企画の所属タレントとしてテレビ出演多数。健康ブームの火付け役となった。慶応義塾大学卒業後の1992年。 自由診療の内科院、四谷メディカルサロンを創業。四谷メディカルサロン設立以後、名古屋や大阪など全国各地にダイエットクリニックを約15カ所展開していたが、一人の個人医師が支配するクリニックは一つにするべきという方針を策定した厚労省の意向に従って四谷メディカルサロンのみを残して、他のサロンをすべて上都内市廃業した。 2008年マジンドールダイエットシステム、プラセンタ医量システムにおいて、看護師に指示して、医師の非免前で医薬品を手渡させたこと、注射をさせたことが、医師法違反になるとして2012年に有罪判決が確定。2014年に、医療停止1年の行政処分を受けていた。2020年10月、サプリメント成分を、 がんの予防に効くと医薬品であるかのように広告し、販売したことで、医薬品医療機器法違反の疑いで逮捕。ABC 風本信吾。プロフィール。風本信吾。2012年8月11日閲覧。AB。1億人の新健康管理バイブル講談社。1995年9月4日。1週間スキンケアミカサ処方。2002年。AB。 自分の寿命を管理する本東京新聞出版局2005年背がどんどん伸びる本三笠書房2004年我が子の背を伸ばす本アイバース出版2012年養生君は進歩した朝日新聞出版2020年風本慎吾風本が創業した四谷メディカルサロンについて風本慎吾2012年8月11日閲覧 抗生新薬、マジンドールを、違法販売食欲抑制効果、容疑のエステ捜索。朝日新聞、P13、マイナスキキクラ2ビジュアルにて閲覧、メディカルサロン代表の医師ら逮捕無資格異療容疑で。朝日新聞、P12、マイナスキキクラ2ビジュアルにて閲覧、癌予防を歌った、未承認サプリ販売容疑医師ら3人を、逮捕警視庁。 h t t p s m a i n i c h i j p a r t i c l e s 2 0 2 0 1 0 2 3 k 0 0 0 0 m 0 4 0 0 9 0 0 0ありがとうございます。